ジャン・クリストフロマン・ドラン前回の続きからですそれは音楽の無偏在な世界を子供に開き示してくれたその艶やかな黄色いキーの上で子供は音響の王国を発見した。 それは祖父の手になったもので祖父は孫のために数ヶ月かかってそれを修理したのだったそれは清い品であったそれゆえクリストフは誰にもそれを売るの権利はないと抗弁したメルキオルは黙るという命令を様子で知らせたクリストフはそのピアノは自分のもので 人に手を触れさせるものかとますます強く上めき立てた彼はひどい折巻を受けることと期待していたしかしメルキオルは嫌な笑顔で彼を眺めそして口をつぐんだ翌日になるとクリストフはそのことを忘れていた。 疲れてはいたがかなり上機嫌で家に帰ってきたところが弟たちの狡猾な目つきに気を引かれた2人とも書物を読みふけっている風を装っていた彼の様子を見守り彼の一挙一動を伺いながらも彼に見られるとまた書物に目を伏せた きっと何かいたずらをされたに違いないと彼は思ったしかしそんなことに慣れていたいたずらを見つけたらいつもの通り殴りつけてやろうと決めていたので別に心を動かさなかったそれであえて詮索しようともしなかったそして父と話し出した 父は暖炉の隅に座っていて柄にもなく興味ある風を見せながらその日のことを尋ね出した彼は話しているうちメルキオルが2人の子供と密かに目くばせしているのを認めた彼は心にハッとした自分の部屋に駆け込んだピアノの場所が空になっていた 彼は悲しみの叫び声を上げた向こうの部屋に弟たちの忍び笑いが聞こえた顔にカッと血が昇った彼は彼らの方へ飛んでいったそして叫んだ「僕のピアノを!」メルキオルは のんきなしかもまごついた様子で顔を上げたそれで子供たちはどっと笑ったメルキオル自身もクリストフの哀れな顔つきを見ると我慢ができないで横を向いて吹き出したクリストフは自分が何をしているか自ら知らなかった狂人のように父に飛びかかった メルキュールは肘掛けいそに反り返っていたので身をかわす隙がなかった子供はその喉元をつかんで叫んだ「泥棒!」それはただ一瞬の間だったメルキュールは身をゆって猛然としがみついていたクリストフを床の上に投げ飛ばした 子供の頭は暖炉の巻き台にぶつかったクリストフはまた膝頭で起き上がり頭を振り立て行き詰まった声で繰り返し叫び続けた「泥棒」「お母さんや僕のものを盗む泥棒め」「おじいさんのものを売る泥棒め」メルキオルはつったって クリストフの頭の頭上上に拳を振り上げた。クリストフは憎悪の目で挑みかかり憤怒のあまり身を震わしていたメルキオルもまた震え出したそれから腰を下ろして両手に顔を隠した2人の子供は鋭い叫び声を立てて逃げてしまっていた。 騒動に続いてて沈黙が落ちてきたメルキオルは訳のわからぬことをブツブツ言っていたクリストフは壁にぴったり身を寄せ歯を食いしばりながらじっと父をにらみつけてやめなかったメルキオルは自ら自分をとがめ始めた。 俺は泥棒だ家のものからぎ取る子供たちからは軽蔑されるいっそ死んだほうがましだ彼が愚痴を言い終えた時クリストフは身動きもしないで厳しい声で尋ねた「ピアノはどこにあるんだい?」。ウォルゼムのところだ。 とメルキオルは彼の方を見ることもできずにいったクリストフは一歩進んでいった「金は?」メルキオルはしっかりけをされてポケットから金を取り出しそれを息子に渡したクリストフは扉の方へ進んでいったメルキオルは彼を呼んだ クリ,ストフクリストフは立ち止まったメルキュールは震え声で言ったクリストフ俺を下げすむなよクリストフは彼の首に飛びついてすすり泣いたお父さんお父さん下げすみはしません 僕は悲しいや。二人とも声高く泣いた。メルキオールは嘆いた。俺の罪じゃないんだ。これでも俺は悪人じゃない。そうだろう、クリストフ。ねこれでも俺は悪人じゃないんだ。彼はもう酒を飲まないと誓った。 クリストフは疑わしい様子で頭を振った。するとメルキオルは金が手にあると我慢ができないのだと自認したクリストフは考えたそして言った「それならお父さんこうしたら?」彼は言いよどんだ「どうするんだい?」 気の毒で。誰にとメルキオルは出没に尋ねたお父さんにメルキオルは顔をしかめたそして言った「かまやしないよ」クリストフは説明してやった。 家の金はことごとくメルキオルの給料も皆他人に委託しておいて毎日かもしくは毎週かに必要なだけをメルキオルに渡してもらうようにしたらいいだろうとするとメルキオルは卑下した気持ちになっていたので彼は先に植え切ってはいなかった申し出での条件をさらにひどくして 自分が受けている給料を自分の代理としてクリストフに正規に支払ってもらうように今直ちに代行者クリストフは父の屈辱が恥ずかしくてそれを拒んだしかしメルキオルは犠牲になりたくてたまらないでガンとして手紙を書いてしまった彼は 自分の肝心態度な行いに自ら感動していたクリストフは手紙を手に取ることを拒んだルイザもちょうど戻ってきて事の様子を知り夫にそんな侮辱を与えなければならないならむしろ不良者にでもなった方がいいと言い出した彼に信頼していると言い添え 彼は皆を愛しているので行いを改めるに違いないと言い添えたしまいには皆感動して抱き合ったそしてメルキオルの手紙はテーブルの上に忘れられ戸棚の下に落ち込んでいってそのまま誰の目にもつかなかったしかし数日の後 ルイザは部屋を片付けながらその手紙を見つけたところがその時彼女はメルキオルがまた踏み持ちになっていたので非常に不幸せだったそれで手紙を引き裂かないで取っておいたそれから数ヶ月の間苦しみを忍びながらその手紙を使うという考えをいつも押さえつけて そのまま保存しておいたけれどもある日メルキオルがクリストフを殴ってその金を奪い取るところをまた見かけた時もう我慢ができなかったそして泣いている子供と一緒に手紙を取りに行きそれを子供に渡して行った「行っておいで」。 クリストフはまだ躊躇した。けれども家に残っているわずかなものまですっかり消費尽くされまいとすればもはや他に方法はないと悟った彼は宮廷へ出かけた20分ほどの道を行くのに1時間近くかかった自分のしていることが恥ずかしくてたまらなかった この数年間の孤立のうちに募っていた彼の高慢心は父の不貧困を公然と認定するという考えに血を絞るほど切なかった妙なしかも自然な矛盾ではあったが彼はその不貧困が全ての人に分かっているということを知っていながらしかも必要にそうでないと信じたがり 何にも気づかない風婦を装っていたそれを認めるよりもむしろ自分を粉見人にされたかったそして今や自分から進んで彼は幾度となく引き返そうとした宮廷に着こうとするとまた足を返しながら二、三度町を歩き回った しかし自分一人の問題ではなかった母にも弟どもにも関係のあることだった父がミナを見捨てた以上はミナを助けてゆくのは長男たる彼の役目であったもはや躊躇したり高ぶったりすべきではなかった死辱を飲み下さなければならなかった 彼は宮廷へ入った。階段の途中でまた逃げ出したくなった階段の上にかがんだそれから上の板の間で扉のボタンに手をかけてしばらくじっとしていたが誰かやってきたので入らざるを得なかった。 事務所では皆彼を知っていた。彼は劇場管理官ハンメル・ランクバッハ男爵閣下に申し上げたいことがあると言った白チョッキをつけ赤い襟飾りをした若い油切った頭のハげたツヤツヤした顔色の役人が彼の手を親しく握りしめて前日のオペラのことを話し出した。 クリストフは用件を繰り返した。役人は答えて、閣下はただいま多忙であるが、クリストフが何か請願書を差し出すのなら、ちょうど署名を願いに持ってゆく他の書類と一緒に、それを渡してあげようと言った。クリストフは手紙を差し出した。役人はそれを一覧して、驚きの声を立てた。